NPO 法人札幌カラス研究会中村です。昨日はですね、一日ひっと雪で私も家にいました。で、まあこう見るとそんなに積もっていないようにも思うんですけども、相当積もってます。ここ見えてる範囲ではね、あの川開いてるんですけど、ちょっと行くともう、あの何でしょう、半分凍っていて雪がかぶってて、ちょっとその辺にはカモ行ってないですね、さすがにね。で、今朝はもうあの大サギですね、まあ、ずっと越冬してるんですけど、まあ、夏から比べると非常に少ないです。で、さっきから一生懸命こう魚を探してるんですけどね、ちょっといない、いやいるんでしょうけど取れないそんな感じですけど、なんかこうね、白い雪景色に白い大サギってな、ね、まあ、ほとんど保護色で気づいていない人がみんな素通りしてってるんですけども、まあ、絵になってるのかなと。まあ、私が一番好きなのは黒い鳥なんですけど、今日ね、あの許してくれないブト君がね、さっきいたんですけどね、今行っちゃってちょっとね、声とかも録音できないんですけどね、あのちゃんと来てます、大丈夫です、ね、来てくれないともうなんか寂しい気になっちゃいましたからね、逆に来てくれないと困るんですけど、まあ、こんな感じでね、まあ、昨日の雪の時はきっとみんな背中真っ白にしていたと思うんですけど、あの野鳥って大丈夫なんですよ。昨日の雪とかでもね、ちゃんとあの死んだりしないし大丈夫なんですよ。人間ならね大変ですけどね、みんなたくましいです、ね、今これスズメがさっきここにパンを巻きに来た人がいたので、まあ落ちてるね、食べてますね。そんなわけで今朝、あ、今ちょっとブト君の声してる、これはあの普通のブト君ですね、飛んでいったブト君、あの許してくれないブト君ではありません。そんなわけで今日はちょっと大詐欺とカモちゃんでした。それでは。